はい、どうも皆さん、こんにちは。つんつんです。今日なんですけれども、300勝企画をこの前やった時に、その時にね、ポイントバトルで2位になられたヤトさんという方がいるんですが、その方が使っていたですね、ブラックマジシャンデッキ、こちら紹介していきたいなと思います。で、ブラマジなんですけれども、ですね、スキルバランスにしてます。で、バランスだと、ちょっとね、昔と仕様が変わりまして、これね、自分の最初の、ターンのメインフェーズ終了時まで、モンスター特殊召喚できなくて、モンスター効果発動できないんですよ。だから、マジシャンズロットとか、使えなくなったんですが、この、プラネターですね。このプラネターがいると大丈夫なんですよ。こいつはエンドフェーズ。召喚したターンのエンドフェーズに光属性か闇属性のレベル7一体を手札に加えるので、ブラマジとかをサーチできるんです。ナビゲートだけちょっと自分で頑張って取ってこないとダメなんですけど、魔導陣とかでね、取ってこないとダメなんだけど、ブラマジは結構割と手札に入るなーみたいな感じになります。で、あとは、隕石引いてて、で、プラネター引いてる場合は、あえて、このイリュージョン取ってきて、で、隕石プラス、まあ、手札コストで、イリュージョン出していくみたいな動きとかもあったりします。そんな感じでございます。じゃあね、まあ、従来のブラマジと比べてこういうところを意識しながらちょっとプレイしてるよ、みたいなところとかをね、リプレイ解説などをしていきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。はい。ではまずバーサスですね、デスペラードなんですけれども、一応こんな感じでですね、マジシャンズロットがいなくなったので、黒の魔導陣が初手でないっていうこととかも、まあ、割とあるなーっていう風な、まあ、そんな感覚でございました。で、まずですね、相手に伏せしてきて、フォートレス出してこないみたいな感じだったんですが、これですね、プラネタ召喚します。プラネタ召喚で、ブラックマジシャンか、イリュージョンかどっちか取ってくることができるんですが、今回はブラックマジシャンを取ってきました。で、まあ、それの魂胆としては、まあ、ブラマジ、ナビゲートから、こいつやられた後にブラマチと、あと、イリュージョン出して、で、相手のモンスターを因果切断に飛ばせば、まあ、ブラックマジシャンが、墓地に、から蘇生できて、3体展開できるかなと思ったんで、ここはブラックマジシャン取ってきたって感じですね。まあ、ただ、一族の結集怖かったんで、ちょっとまあ、まだ待とうみたいな感じで、攻撃受けちゃいました。で、エンドフェイズ、ブラックマジシャンと、イリュージョン出します。で、この後なんですが、ティマイオスのマナコを打っていきます。まあ今この状態だったら、一応なんて言うだろう、後ろになんか妨害があったとしても、ナビゲートが墓地に落ちてるので、なんとかなるかなと思ったんで、今ここで打っていく感じですね。で、キャバルリー出します。で、魔法カード使ったので、ブラックイリュージョンの効果発動です。墓地のブラックマジシャンを特殊召喚。これで3面展開となりました。で、バトル殴っていきます。で、ここ、キャバルリーで殴ったんですが、これ正確には、因果切断打つべきでした。理由としては、まあ、警戒すべき魔法トラップっていうのは、まあ、基本的には、因果切断に、ごめんなさい、一族の結集か、になるんですよ。で、一族の結集って、モンスターを対象と取ってるんで、キャバルリーの効果で手札1枚捨てて無効って言えるんですよね。なんで、因果切断打って安全にここ殴りに行った方が良かったんじゃないかなっていうふうには思います。じゃあ、デスペラードリボルバードラゴンがこうやって出てきてしまいました。で、殴りに行きます。で、デスペラード効果使うので、そこにチェーンして因果切断打ちます。で、月の章って言ってくるので、ここでマジシャンズナビゲートでここは無効って言っていきます。まあもちろんキャバルリーの効果でね、無効ってもっと言うべきだったかなと思うんですが、もうちょいキャバルリー有効活用したかったですね。で、マシンナーズフォートレス1枚みたいな感じになります。で、1伏せ。で、まあ、ナビゲート引いたんですが、このナビゲートは因果切断のコストにした方がいいかなと思ったんで、手札に置いておきました。で、こんな感じで、最後、殴って勝ちという風な感じになります。というわけで、まあ、プラネターとか使って、ブラマジは割と揃えやすいっていう風な感じではあるんですけれども、一個だけ注意点があって、まあ、それ何かっていうと、黒の魔導陣が絡みづらいよっていうところかなとは思います。じゃあ、次の試合なんですが、VS サンダードラゴン戦ね、やっていきたいと思います。で、サンダードラゴン戦だとか、まあ、墓地を除外してくるようなテーマね、自分の墓地とかを。そういうテーマは、回空がかなり強いなとは思います。で、黒の魔導陣打って、はい、デッキトップ3枚見て、ブラックマジシャンカードを1枚手札に加えれませんと、いう感じです。で、相手、雷鳥竜効果でここ出てきて、エンドフェーズ、
ここは必ずブラックマジシャンとカイクーです。で、手札にモンスターがいたりとか場にモンスターがいたりとかして、次ワンキル取れるよって時だったらクリボール1枚貫通するためにブラックマジシャン、ブラックマジシャンみたいな感じでちょっと攻める時はあります。でも、基本そういったものは例外で、そうじゃなかったらカイクーを決めきれない時は出していきます。で、プラネタ出せました。で、殴って殴ってクリボールで守られる。なんで、ここでカイクーで殴っていきます。ちょっと相手は雷電流の効果使うの少し早かったですね。で、カイクー効果で2状況して戦闘ダメージ与えた時に2枚状況れるんでこうします。で、ここマジシャンオブブラックイリュージョンを、プラネタの効果で取ってきました。マジシャンオブブラックイリュージョンっていうのは相手ターンに自分が魔法トラップ発動した時に手札から特殊召喚できるんです。で、ここにあるのが生物巡る戦いなんですよね。3枠埋まっちゃってるけど、生物撃てばそのコストでモンスターを除去でき、除去っていうかまあ除外できるんで、その後にイリュージョン出すみたいな感じのことができます。なので生物はまあそういったところは相性いいかなとは思います。で、相手は援軍とか、目覚めの戦術とか引いてもマジシャンズナビゲートがあるので撃てないような、そんな感じの悲しい状況にはなっております。で、雷鳥竜でこうやって出てきて殴ってくるんですが、まあここは生物をめぐる戦いで攻撃力をゼロにして勝ちという風な感じになります。というわけで結構生物が反射にも使えるし、イリュージョン出すためのギミックとしても使えるしで、割と使い勝手はいいんじゃないかなと思います。はい。で、最後なんですけれども、まあ、これは、どっちかっていうと、すごい上手い動きっていうよりも、こういう風な、感じで、二除去もできますよっていう風な動きになります。で、相手が、わちゃわちゃわちゃーってしてきて、ライトロード系っていうか、まあ、優勢かな。スターダストを立ててくるような、そんな感じのデッキでございました。で、こうなるんですが、まず黒の魔導陣で3枚ピラペラペラと見て、まあ、特に加えたいカードなかったです。で、こいつ出して、エンドフェーズにブラックマジシャンを取ってくると。いう感じでございますね。で、相手がモンスタールミナス出してくるんで、このタイミングでマジシャンズナビゲート、マジシャンズナビゲートを使ってブラマジ出しつつイリュージョン出していきます。で、ルミナス飛ばしていくと、まあ、ネクロイドシンクロっていうのを使ってこられちゃってスターダストクロニクルが出てきてしまいます。で、ここで2体除去られてしまいます。はい。で、この後なんですが、トップでブラックマジシャン引けました。で、ここでカイクーとプラネタでランク4を作るっていう動きがあるんですよ。だから、まあこのデッキってほとんどエクシーズは使わないんですけれども、たまにランク4が立つんで、まあ、デッドリーシーンだったりダイヤウルフだったり、まあ必要なカード入れておくのはおすすめかなとは思います。で、よいしょ、魔導陣の効果でクロニクル除外、デッドリーシーンの効果でスターダスト除外、そして殴って殴って勝ちみたいな感じの盤面になります。まあエクシーズがたまに使えるよっていう風な紹介でございました。お互いバチバチですね。お互いなんか連勝してる、すごい楽しいような展開っぽい。3連勝中対6連勝中、俺の方が上やな。じゃあこのまま勝ちましょう。あー、これはね、プラネタ出してティマイオスちょっと打つかどうかはほんまに悩む。ティマイオスちょっとハンドに置いとこうかな。タイエンド。で、プラネタ効果、ブラックマジシャン手札に加えて、できる限りちょっとラグを見せたくないので、チェーンを振って、タイエンド。で、ラグあるっすね。じゃあ速攻魔法あるね。コズサイ、サイクロン。あ、サイクロンか。まあまあまあ。ティマイオスのマナコ抜かれなかっただけでも、まだいいかなーって感じはする。あー、で、この後まだラグあるっすね。なんだろうな。まあ、ブラマジ盾の、ブラマジ盾でいきますか。ブラマジブラマジにしておきます。はい。で、1伏せ。おや？弱そう。1伏せ、2伏せ、3伏せ。あー、これちょっと弱いっすね、相手。ドロ。魔導陣引いていく。じゃあ、魔導陣効果。で、魔導陣効果使って、はい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 、はい。じゃ、1枚加えましょう。で、1、2。こうかな。なら、ここ、アドバンス召喚で、よいしょ。お、黒の魔導陣効果、ここ、いっちゃん端っこ、除外したいです。月の書
あ、そっち？え、そっちなの？それは無視やわ。余裕で無視やわ。で、ブラックイリュージョン効果。ブラックマジシャンを蘇生させていきましょう。狡猾とか。あ、デモチェか。はい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 。あ、まあでも、ブラマジ1体は残るね。じゃあ、ここ無効にしようぜ。これで狡猾食らっても1体は残るから。大丈夫。あれ？何もありませんね。ほ。ブラマジ出す。こわ、あれ、狡猾じゃないの。ブラマジ盾にする。え、ティマイオスのマナコ今使いたくないんだけど、俺だけかな。あれ狡猾とかじゃないですか多分。だからナビゲセットして、ここちょっとティマイオスのマナコを使うのもったいないんで僕使いません。そう、ティマイオスのマナコに合わされて、あの狡猾打たれたら嫌だし。あ、清掃か。まあ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 、我の勝ち。今のはそうだね、狡猾ケアで、うん、狡猾ケアで多分あのデモ、ティマヨスは置いといた方がいいと思う。あの墓地のナビゲがない状態でティマヨス打っちゃうと、あの手札のティマヨスとバドモンスターと2体除去られちゃうから、今一瞬無防備だったんですよね。無防備な状態でティマヨスのマナコ打つのって結構危険だと思うんですわ。狡猾があるような相手に対して。逆に狡猾ないなっていうさ、リミニを使っちゃってるデッキとかに対してだったら、まああれは打つべきなんかなとは思うけど。まあ今のはなしかな。さあ、じゃあラストぐらいやっていきましょうか。7連勝中。BF っぽくない？待って、BF 苦手なんやけど。あーって感じやね。じゃあ、魔導陣打って、はい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 。これブラフも込みでちょっと横に置いときたいね。一気に攻め込みに行きたいから、こうこうかな。で、回空は、あんま置く意味ないと思うんだよね。出す意味があんまないと思うんだよね。どっちかっていうとキャバルリーのコストでまだ使った方がマシまであるとは思ってるんだけど、どうだろう。いや、これ BF きついか。最後ラグは、あ、勝った。最強や、陣ナビ最強や。じゃあもう一回行こう。じゃ、陣ナビな。やっぱいつの時代も陣ナビって正義やねんな。じゃ BF だよな多分。ドラッグか。はい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 。いつの時代も BF、じゃあ、ジンナビって最強や。よし。で、しかもジンナビでさ、二伏せってちょっと嫌だよね。ジン、ナビ、横に伏せってなんか嫌だよね。もう一回行こう。ちょっと今のはさすがに終わりにしてはあっさりしすぎちゃってる。よし、お願いします。サンドラっぽい。いい相手やな。いや、バランス、トラミットか。あー、これ先行だったら強いんだけどね。プラネタから入ってブラマジ構えといてみたいなできるんだけど、あ、でも待って、これは後ろパルスだったら弱いぜ。隕石も引いていく。あ、これいいんじゃない。じゃあプラネタ召喚、1伏せ2伏せと。これね、殴らないんですよ。あの殴っちゃうと何が起きるかっていうと、これまず落ちるじゃないですか。でダンサー落ちるじゃないですか。2枚落ちるんですよ、墓地に。で、2枚墓地に落ちると、これ、ここ怖いんだよね。トラミットパルスが。なんで、それはせず。ブラマジ手札に加えます。まあ、ナビゲ隕石あるから、これはティマヨスのマナコを隕石するパターンかな、どうかなって感じ。まあ、あれ、後ろトラミットパルス読みで、今から動いていこうと思います。狡猾だったら多分打ってるし。バトル、これはね、無視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 、余裕で無視余裕で無視余裕で無視して、あ、狡猾なの？待って、狡猾はそれスフィンクス出てくるからちょっと怖いんで、てか狡猾やったらもうちょい早めに打たれたらもっと嫌やったな。じゃあこのタイミングで多分ナビが打ったら相手嫌だと思うよ。でブラマジ守備で、あのトラミットパルスめんどくさいんで墓地除外させないように回復出します。でここ破壊されて、でこいつ出てくる、でここイリュージョン出てくる。もう完璧よ完璧。イリュージョン出してからの
着地に引接。ちょっと早かったですね、相手。これが引接かどうか分かんなかったかなと思うけど、まあ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 。まあでもこれで、よかったと。硬滑先に打たれてたら嫌やったけど、多分ブラマジ出てくるまでがめたかったんじゃないかな。おそらく。そんな感じはしますね。はい。ではいかがだったでしょうか。今日はブラマジの紹介でございました。参考になったらぜひぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。